秋田市北部市民サービスセンターは、秋田県秋田市土崎港にある複合公共施設。愛称は秋田スカ。略称は北部 SC。土崎公民館、土崎体育館の老朽建て替えに合わせ、市役所の支所、公民館、コミュニティセンター等の機能を複合化した施設として2011年5月16日にオープンした。 このような市役所支所機能、公民館機能、体育館機能を複合化した市民サービスセンターは、秋田市の都市内地域文献構想に基づき整備されたもので、新設では秋田市西部市民サービスセンターに続き2例目。また、北部市民サービスセンター開設同時付で、従前の川辺町、優和町役場を再利用していた川辺市民センター、優和市民センターも、 いずれも隣接する体育館や公民館等と機能統合する形で、それぞれ川辺市民サービスセンター、優和市民サービスセンターへと改組、改称されている。いずれの愛称も、開館に先立つ2010年7月に公募を経て、決定された。施設入り口や北市、マイタウンバス北部線で、北部 SC を奇襲点とする系統があるため、予約をしていれば、 北部 SC での乗り下車は可能。ありがとうございます。